ブルトン型チロシンキナーゼは酵素の一つで人では BTK 遺伝子によりコードされている BTK はプロテインキナーゼでありリンパ球 B 細胞の成熟に重要な役割を果たす BTK は B 細胞の成熟などとともにマスト細胞を更神話性意義受容体を通じて活性化させる BTK は PH ドメインを持ちこれが ホスファチジ,ジルイノシトール酸リン酸に結合する。PIP3 の結合が BTK にホスホリパーセシーをリン酸化させ、PIP2 を過水分解させ、ホスファチジ,ジルイノシトールを生成させる。二つのセカンドメッセンジャー、イノシトール酸リン酸とジアシルグリセロールが B 細胞内でのシグナルの下流での活性を制御する。変異 BTK の遺伝子が関与して、 原発性免疫不全症候群の一つである、X 連鎖部、ガンマグロブリン血症が引き起こされる。すら患者おいて、B 細胞線具細胞であるプレ B 細胞は骨髄に正常数見られるが、これらの細胞が成熟できず、循環血液へは入っていかない。BTK 遺伝子は、X 染色体にある。少なくとも400種類の突然変異、BTK 遺伝子が同定されている。 BTK を阻害する承認薬様々な医薬品が BTK 阻害剤としては臨床試験にあるブルトン型チロシンキナーゼは1993年に発見され1952年に初めてスラについて記述したオグデンブルトンの名を取って命名された。ブルトン型チロシンキナーゼと相互に作用するのは以下の通り。ありがとうございます。